はい、今回はね、情報発信がどういうふうに私たちの印象を形作るのかということで、ルパン三世カリオストロの城を語ってみたいと思うんですよ。で、今回のテーマはね、前回はクラリス目線でちょっとお話したんですけど、今回は伯爵ですよね、カリオストロ伯爵、うん、このカリオストロ伯爵って名前でよかったんですかね、うん、まあ、カリオストロ伯爵って言えばね、ちょびひげでね、ちょっとロリコン伯爵っていうふうにルパンも言われてたんですけども、あの伯爵って本当に悪人だったのかなってことなんですよ。で、私が思うに、物語の始めでルパン三世がね、クラリスに遭遇した時って、結婚式場から逃げ出したクラリスの車を追っかけていくカリオストロ王国の腹心というかね、部下たち、兵隊たちが、黒服たちがルパンに邪魔されて、そこからなんかいろいろと物語が始まっていくって形だったんですけども、もともとね、カリオストロっていうのは神カリオストロと下カリオストロってものがあって、それが対立しながら、牽制しながらやっていたもんですから、カリオストロ公国っていうのの国力がどん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 弱まっていったんですよね。その中でカリカリオストロにいる、この伯爵ですよね、カリオストロ伯爵が、このクラリスのいる下カリオストロと一緒になることによって、もうここは手を組んでね、もう一回カリオストロ公国の、復活のためにちょっと頑張っていこうよっていう形で、まあ、半ば強制的にその結婚を申し出たわけなんですよね。で、これが実現していればカリオストロ公国っていうのはさらにね、大きくなって、国連にも加盟してますしね、結婚式を世界中から取材に来るみたいなところがあったんですよ。プラス、あの偽札だったじゃないですか。あの偽札は何であれをやったかっていうと、偽札を作ることによって各国の要人を、まあ、なんていうか、自分の手中に入れたわけなんですよね。カリオストロ公国に便宜を図るためにお金を配る必要があったんだけども、カリオストロっていうのは観光の小さな町だったんでね、もうお金を、外貨を稼ぐことができないんで、お金を作ったお金、偽札でいろんな国の要人を買収したっていう、そのストーリーが私には見えるんですよ。そうやって何とかして先祖代々続く、そのカリオストロって国を守ろうとしたカリオストロ伯爵で、クラリスがね、カリオストロ伯爵に、まあ、タイプじゃなかったかもしれませんけども、もしかしたら一緒になることによってね、家計は守れたかもしれないなと思うんですよね。で、そこにルパン三世が勝手にクラリスのことが気に入ったからっていうんで、カリオストロ伯爵をね、悪人だと思ってあんなことになってしまって、全部ぶち壊して、最後に銭形警部はね、あなたの心ですとか言ってましたけども、私はカリオストロ伯爵の立場になったらそんなことが許されるのかと思いますよね。あのインターポールみたいなところが証拠もなしに、潜入してきてね、ルパン三世の、要するに泥棒の、国際指名手配中の泥棒の手引きによって、国を2つ滅ぼしたわけですから。で、あのあとクラリスが残されたカリオストロ、下カリオストロっていう、そのあの国がどうなったかっていうことを私が想像するに、まあ、支配統治していた神カリオストロのカリオストロ伯爵がいなくなったことによって、そして、ね、カリオストロ公国、これも大きな、ね、内政にダメージを与えたことによって、多分かなりの動乱の時代を迎えてくるんじゃないかなと思うんですよ。当然お嬢様育ちのクラリスに国を支配できるはずもなく、それに代わる支配者も全然現れなくって、ものすごく国が乱れてね、結局クラリスは悲惨な人生を歩んで、カリオストロ公国っていうのは隣国に支配される、もしくは侵略される、そしてカリオストロ公国の人民はみんな難民になっていくというね、うん、で偽札が暴かれて、世界中からね、なんて国だったんだということで強烈な差別を受けて、誰からも支援されないようなね、そんな結末が私には見えます。まあ、ですんでね、カリオストロ伯爵がカリオストロの城っていうぐらい、自分が初めてね、主人公になった映画ができたのに、まるで自分が吊るし上げられてね、ルパン三世が正義の味方みたいになっちゃいましたけども、とんでもないことをしたわけですよ。クラリスの人生もぶち壊したわけなんですよね。そういった形で私がちょっと視線を変えて、ちょっとカリオストロの城って作品を見てみると、ルパン三世がとんでもない悪人でね、それに加担した銭形警部はもっと悪人なわけですよ。国家権力を使ってね、 ICPO インターポールという力を使ってあの事件を正当化したわけですから、ルパン三世もね、取り逃がすし、あれをわざと取り逃がしてるわけですよね。ひどい話だなと思うんですよ。というふうな情報をもとに映画を見ると、ちょっと見方が変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。一つの作品もただ感じたままに見るのか、私みたいなバイアスをかけたものを見るのかによって、だいぶ印象が変わるんじゃないかなと思いますけども、皆さんはね、どういうふうな感じを抱いたでしょうか。こういうふうなひねくれた見方をしちゃダメですね、やっぱりね。はい、では以上でございます。